どうも皆さん、今日も元気にファルコンパンチ、霊夢ちゃんです。ファルコンパンチで吹き飛ばされちまえ、マリサだぜ。今回は奥義を溶かしてなくす方法を模索してみたいと思います。いや、現在すでに結末が予想できてしまうんだが。え、どういうこと？その暖炉で奥義を焼くって言うんだろ？そんな方法じゃ焼けるわけねえだろ。え、違うよ。この暖炉の姿でガスバーナーを使って、青鬼を炙るんだよ。私の予想の斜め上をすっ走っていったんだが。まあでもまずこの暖炉で炙るのいいかも。いつも動画時間短いし、今回はまず暖炉で焼けるか検証だけしてみようか。改造青鬼だからワンチャン。ねえだろ、いつもと同じ結末なんだぜ。皆さんはどう思いますか？今からお見せしましょう。この改造青鬼の奇跡というものを。それではまず本を手に取ってっと。あ。あれ？本が。取れない奇跡とは何だったのか。ようやく取れました。5分ぐらいかかって、もう諦めようと思ってたんだぜ。よーし、それでは青鬼を焼くことができるのか、今回も屋根裏部屋で試してみたいと思います。もしここで焼けたらガスバーナー使わなくて良さそうだね。ということで、屋根裏部屋までカット。さあさあ青鬼、今こそお前を焼いてやります。なかなか来ないな。お、来た来た。やっぱり焼けませーん。まあほとんどの方が予想できたことなんだぜ。仕方ありません。こうなったらガスバーナーで焼いちゃいましょう。と思ったんですが、残念ながらホームセンターにガスバーナーがありませんでした。しかしなんと100円ショップに似たようなものが置いてあったので、それで青鬼を焼いちゃおうと思います。似たようなもの？ 100 円ライターとかか？まあそれとほとんど変わらないかな。それじゃあおなしゃす。は？お願いする？なんでドラゴンが100均で売ってんだよー。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。